はい、こんにちは。栃木のたけし農場です。先日咲きましたね。福寿草が満開になりました。綺麗ですね。今日はね、ちょっと最高気温8度ぐらいしかないんですけど、明日はもう10度を超えるようなんでね、一気に花がね、大きくなっていくと思います。はい、そんなことでね、はい、福寿草が満開になりましたという動画でした。お付き合いありがとうございました。